はいみなさんこんにちは村長ですやっと出ましたねヤマハシンクルームの iOS 版モバイルバージョンです iPhone でも iPad でも軽快に動作します村長ミュージックスタジオでは今回はインストールの仕方から完全解説ということで。 動画を作ってみましたので皆さん参考にしてみてくださいはいまず app ストアに行くとこのような画面が出ます iPhone と iPad では少々画面構成が違いますが今回は iPad で説明しています画面一番上にシンクルームと入力しますと候補は一つだけですこの候補をクリックしますするとこのように シンクルームが出てきます僕の場合は雲のようなマークになっています一度登録してまた削除したからです皆さんの場合は入手とかいうような画面になっている可能性がありますダウンロードをして初めて起動をするとこのような画面になります何か変更があったりした場合は案内が来たりしますそれでもいい場合は許可を選べばいいですし 邪魔と思えば許可しないというのを選択するのも良いでしょうするとシンクルームを始めましょうというようなご案内の画面が出ますさらっと読んで閉じればいいと思います一番初めに出てくる画面は回線のチェックですそしてあと同意ですがまずは回線のチェックをしてみましょう今回の iOS バージョンの場合は多分皆さん Wi-Fi を使ってやると思います なかなか LAN アダプターをつけてる人も少ないと思いますのでただしいい環境でどうしてもやりたい場合は LAN アダプターをつけて回線を強化するのも一つです。ネットに接続しているか確認してください。回線のチェック画面です。このように w i f i では若干見られることもあるかも分かりません。ただし、僕の場合でも A セッションができる可能性が高い状況ですこのように出ました B 以下になるとどうしても回線の状況が不安定になる場合がありますのでご注意くださいここからは少し縦画面でご説明をしていきます iPhone の方に最適化されたためか縦型の方が全体を見渡しやすいようになっているようです まずここでアカウントの登録をしないといけないですパソコンでもうすでにご利用の方はその ID でもいいですしメールアドレスなどをもう一つ以上持っている方は新しく登録するのもいい方法だと思いますしソーシャルアカウントででもログインはできるようになっていますこのように利用規約の画面が出ますので同意してくださいメールのアドレスを入れ パスワードを2回入れてください。この時パスワードは10文字以上となっていますのでその辺のところも気をつけてくださいそして確認ボタンを押します登録の確認画面ですこの内容で登録を押しますすると自分のメールのところにこの内容が送付されるようになっていますいわゆる二重認証という形ですね メールにはこのような画面が出てきますので真ん中あたりの本登録 URL という場所をクリックしてくださいすると画面は登録完了という画面になりますそして戻るというのを押しますこのようにシンクルームに戻りますという画面が出ますので OK を押してください僕は Google Chrome のブラウダーを入れています人によっては Safari がシンクルームを開こうとしていますこのように出る場合もあります開くを押してくださいいよいよ設定画面です自分のニックネームを入れます僕は村長ミュージック iPad というふうにしましたこれはいつでも変更が効きますのであまり慎重になる必要もありませんただしアカウントというのは変えれませんので そこは間違いのないようにしてください画面下の Next ボタンを押します次は音楽の好きなジャンルを登録します複数登録できます Next を押します次は興味のある製品について押します僕はいろんな楽器と音響の仕事をしてますので PA 機器というのにチェックを入れました OK で進みます ルームへのの参加の仕方がこのように案内されますこのように今開かれているルームやそして一番上に接続テストルームというのがありますこの接続テストルームでいろいろ実験をしてみましょう接続テストルームをクリックしますすると自分が参加するアイコンを選ぶ画面になります僕の場合は真ん中のアコースティックギターの絵を 選んでみましたするとマイクへのアクセスの許可を求めてきます ok してくださいマイクすなわち入力のテストと音が聞こえるか再生のテスト画面が出てきますこのように入力画面のマイクのところに緑色もしくは赤色のマークが点滅しますので そうなっていれば、マイクからの入力が入っていることになります。再生の方はスピーカーマークを押すとドラムの音が流れます。それが聞こえないということは何か異常があるということになります。マイクについての話です。今画面は bluetooth の画面ですが、bluetooth のヘッドセットなどは今回シンクルームでは対応していません。理由は多分。 Bluetooth というのは少し遅延がありますシンクルーム本体だけでも遅延がある場合があるのでシンクルームは Bluetooth マイクには対応していません僕の場合はこのように iPhone もしくは iPad などにさせる4極式のヘッドセットマイクをつけて実験をしてみましたいわゆるヘッドホンとマイクが一緒になったヘッドセットというやつです それを iPhoneiPad に挿すとこのように iPad マイクだけじゃなくってヘッドセットマイクというのが出てくるようになります多分この辺が皆さんの一番知りたかったところではないでしょうか重要なポイントですので皆さん押さえておいてください、はい、この詳細設定画面ではその他にも音質なども選択することができますがやはり w i f i を使っているということを考えるといろいろチェックをして一番いい状態で通信をしてみましょうその他に入力モードはモノラルとかモニタリングしないとかいうような項目もありますオーディオインターフェースを iOS につないだ場合はステレオの入力も可能ですもしくは専用のステレオマイクをライトニングもしくは USB Type-C に 取り付けることもできます。いよいよ、この画面は、もうテストルームに入った状態です。すると、ヤマハからの案内が流れてきます。シンクルームへようこそ、という形で流れてきますので、その音が必ず聞こえるはずです。そして、この状態で自分で喋ってみましょう。こんにちは、とか、マイクテスト、とか、喋ってみたら、約2、3秒後に、 自分の声が返って聞こえてきますそれで通信のテストは OK ということになります実際の通信画面からはまた少し画面構成を横にして皆さんにお届けします画面左隅の方にチャットボタンがありますここでメッセージを入れたりすることができます演奏以外に自分の声を皆さんに聞かせたくないというような方 もしくは楽器自身はつないでるんだけれどもマイクをつないでいないので声で話せないというような方は左下のメッセージでチャットをすることができますチャット画面にするとこのように僕は今「こんにちは」と打ちましたがタイプすることができますエンターを押すとチャットが皆さんに送られることになります次に画面の中央に近い 下段の方にこののよよううに音符のようなマークがありますここをクリックするとメトロノームとプレイヤーの機能が選択できるようになりますメトロノームの画面はこのような画面ですここでメトロノームの速さを設定できます設定したあとは真ん中のメトロノームのアイコンを押すとメトロノームが開始されます終了するのもそのボタンを押すと 音音がが止まりままりりすす画面右下のの方に録音のボタンがありますその録音のボタンを押してみると自分の声もしくは接続している皆さんの声もしくは演奏を録音することができます。そして録音をしたあとは音楽プレイヤーでもう一度その録音がどうか聞いてみることもできます。音楽プレイヤーソフトの 画面ですこのようにミュージックとビデオの履歴などにアクセスしますがいいですか許可が出てきますので許可をしてくださいこのような画面になりますボリュームを調整してそして左下の方の再生ボタンを押すと録音したファイルが見ることができますテストルームから退出するもしくは実際の シンクルームのルームへの参加から退出するのは画面左上のアイコンですそれを押すと画面中央のように「退出してよろしいですか?」という画面が出てきますので OK を押してください画面のプラスボタンを押すと新しく自分でルームを作成することができますルーム名そしてパスワードを決める場合はパスワードのスイッチをオンにして 今僕が123456と入れてますがそのように入れたりしてコメント欄にメッセージを入れてからタグを決めて皆さんが検索しやすいようにしてから OK を押しますするとまたアイコン選択画面が出ます選択をして OK をしましょう再確認のためにマイクとスピーカーのテストを行うことができますのでそこで やったり、また詳細設定を選んで、再度やり直すことができます。不必要な時は、そのまま入室ボタンを押します。画面上に村長という部屋ができて、そして自分の選んだアイコンが真ん中に出るようになっています。テストルームでしたときと同じように、これでシンクルームを楽しむことができますので、セッションなどを楽しんでください。 はい、これで一通り iOS バージョンのシンクルームの解説をしてみました話すと長く感じますがシンクルームに慣れてる人にとればそんなに難しいことではありません重要なポイントは Bluetooth のマイクは使えないことそして必ずヘッドホンを使ってやらないと音が回ることそしてヘッドホンも開放型のヘッドホンの場合 音漏れがあるとというこ w i f i ですのでやはり通信状況が必ずしも良くないということ VST 連携のような機能が今はありませんのでオーディオファイルになったものをプレイヤーで流すことはできますけれども例えばガレージバンドとかそこで作ってある音を再生しながらそれを出すとか QBASIS のようなソフトと 連携して音を出すというようなことには、今のところは対応していません。ただし、音声をミキシングするようなツールというのが、iPad もかなり充実していますので、そこらがまた分かった時点で、新しくレポートしたいと思います。今日はご静聴ありがとうございました。村長でした。